はじめまして、大阪南ホストクラブエクシーの三崎隼人です。僕が、ホストになったきっかけは、一日体験にこの店に、友達に行こうって言って誘われて、来ました。最初は全然なんか偏見ばっかで、ホストって顔がいいだけでなんかお金稼いでって楽な仕事だと思ってたんですが、なんかだんだんとホストの仕事をしていくうちに、人として大事なことや、いろんな、なんか人間の感情とかいろいろ勉強させられて、来ました負けず嫌いな部分もあるんで、頑張っていろんな人に誰にも負けたくないし、これからもホストとして頑張っていきたいなと思ってます。好きなことで生きていく、大阪南クラブエクシー。